イツ軍指導者、ハンス・フォン・ゼイクトは、組織論をある言葉で語りました。人には、4つのタイプがあり、多くの人が2つの特徴を合わせ持つとされています。この中で一番避けるべき人物は、無能な怠け者ではなく、無能な働き者、だというのです。今回紹介するスレは、紛れもない無能な働き者である、キッタニア環境省、新次郎2期のスレです。日本の将来を代表として、日々更新されていく面白さは、芸人かおまけのクオリティです。それでは、動画をお楽しみください。秘宝、小泉進次郎の鋭い質問に記者が、黙り込んでしまう。逆なんだよな。そんなわけないぜん、元総理の息子だぞ。叩いてたアンチもだんまりな模様。意味のない質問だよ。小泉進次郎のこと知らんやつなら、マジで記者あしらってる態度にしか見えなそう。気候変動はセクシーにってどういうことやねん。世襲議員は無能であるという生きた証明。顔見るだけでマジで腹立つな、こいつ。シンプルイズベスト。それぞれの団体のご案内はそれぞれの団体の方が持ってくるというのは当然ですよね。ですからこの団体の方の関連のご案内はこの団体の方が持ってくるということを申し上げているわけで、逆に言うとその方以外ではないということですから、この関係団体の何かイベント等々に関してはその方からご案内をいただいたものだという整理をしてるってことですね。全問答のような答え。CPU 使用率 100%。 くさ、この木造建築は木でできてるんですか？鉄骨造なのに木材ペタペタで木造家のごとくごまかしてる建築への鋭い皮肉。息の呼吸。くさ、これ好き。1階と2階が別の階になってるんですね。今日テレビで見た、どの吉本芸人よりも面白い、はよ政治屋に見切りつけてコメンテーターなってほしい。家から一歩出ればそこはもう外。めっちゃ切れ者に見えるな。この彼って。この顔、くっそ腹立つ。ここまで煽られるの恥ずかしいわ。自分のターンが終了した時、相手のターンになる。何もしないまま将来の総理大臣候補まで上り詰めたのに、口開いたらネットのおもちゃになった男。岸田見てたら、別に明日から進次郎にやらしても何も支障ないと思うわ。菅元総理はよく頑張ったよね。無能から無能の進次郎に変わっても問題なさそう。もう売国さえしなけりゃ無能でもええよ。CPU 0%。 初代ゼレロン。悪意ある切り取りの結果だぞ。本当は賢い子なんや。小泉進次郎、犬のうんちでハッと気がつく。私、犬を飼ってるんですけどね。結婚して妻と犬の散歩をしながら、犬がうんちをすればビニール袋をこうやって手を入れててね、うんちを拾ってね、そしてひっくり返してこうやって持ち歩いて、今までは当たり前にいたんです。だけど環境大臣になってから犬のうんちをこうやってビニール袋で持ってる自分をハッとしたんですね。これもプラスチックなんだなって。顔しかいいところがないけど、それだけで飯を食ってると言える。小林みたいなもんやな。ただ演説は抜群にうまい。あんなん老人イチコロやで。よくよく考えると何言ってんだこいつってなるけど、なんとなく信じたくなるんよな。幸いなことに悪知恵を働かせる頭がないことが救いやわ。独裁者になりうる存在や。父親の演説はすごかったから、そこだけ受け継いどるよな。今の政治家で私の勘ですって周りを黙らせる政治家おらんやろな。ダースみたいな抑揚なしのと比べると中身なくてもすげえ良いこと言ってそうな雰囲気するよな。イケメンやし。小泉進次郎氏、プラスチックの原料って石油なんですよ。意外にこれ知られてないんですけど。ボケてかと思ってたから、ガチ発言だったと知った時衝撃受けたわ。マジレスすると、これって子供の時に誰かから聞く鉄板ネタじゃないか？子供チャレンジに乗ってそう。孝太郎って、進次郎のこと、どう思っとるんやろな。こいつの嫁がすごいわ。鬼のように計算高くて、ほぼ表に出てこない。ネタ枠で見れば面白い。政治に関わると日本を沈没させる。でも進次郎は選挙強いから。横須賀民がバカなだけでは。横須賀の市民は投票用紙は小泉って書くものだと思ってるらしいな。割とガチでセクシーな政策って何だったんや。セクシー減らす。幻覚症状を訴える女性に助言を授けるなんてさすがや。大谷は50いけると思ってたもんな。46で止まったからさすが進次郎やわ。横須賀の市外局番。ふざけた記者をピシャリ。すぐムッとするの、かわよう。くさ。今、のどぐろの話してるのに。A の2乗イコール、B の2乗足す C の2乗、ピタゴラス。
E イコール MC2 乗アインシュタイン。F イコール MA ニュートン。1イコール1。小泉進次郎。確か高学歴よな。Google は悪意のあるサジェストやめろ。確かに、関東学院大なる F ランク大学に通ってたけど、確かに通ってたけど。そして進次郎2期のブログからできたスレート。エータ君、どうしたら貧困をなくせますか？小泉進次郎、エータ君は何歳？筑波市で気候変動対策のフォーラムに登壇しました。こんにちは、小泉進次郎です。終略、質疑応答では会場に来てくれた子どもたちとのやり取りがありましたが、特にエイタ君とのやり取りが印象的でした。エイタ君、どうしたら貧困をなくせますか？私、エイタ君は何歳？エイタ君、8歳です。私、どうしてエイタ君は貧困について考えたの？エイタ、SDGs の本を読んで考えるようになった。私、その本とはどこで出会ったの？学校？エイタ、家でお母さんが持っていて読んでみた。フォーラム終了後にエイタ君や子供たちと写真を撮りましたが、次世代への責任と希望を感じる時間になりました。答えろよ。国会の答弁を将来有望な子供に仕込んであげたんやね。質疑応答。話そらしてて草。答えはないからね。貧困があるから貧困があるんだよ。聞いた相手が悪い。エイタ君は反省しろ。進次郎、あかん、こんなんわかるわけない。エイタ、質問に質問で返すな。マジで意味のない質問だよ。やんけ、全文載せてないだけやろ。さすがにこいつ実は狙ってやってんじゃねえか。ちょっと面白すぎるだろ。新技使いこなしてるやんけ。伸びる子やったんやな。進次郎バカにしてるやついるけど、まともに話したら言いまかされるから、こうやって逃げるのも大事やろ。ガキに負けてて草。逆質問攻めをしっかり返されたの、冷や汗やったやろな。これは目から鱗。逃げるのは負けじゃないのか。8歳に負けてええんか。エイタ君も気づいただろうね。答えはないのだと。兄に答えを与えてはいけない。8歳の少年に自分で考えることの大切さを教えてあげたんやで。答えが欲しいのではなく、進次郎がどう考えているのかを聞きたいんや。オフィシャルサイトにこれを載せる神経は大物のそれやろ。政治家向かい取るわ。そして進次郎2期の曇りなき決意が見られる画像を貼るスレミン。海外汽車、脱火力発電、どうする？進次郎、減らす。海外汽車、どうやって？進次郎、てんてんてん。おばさん、少しいいかしら？お母さん同席で会議に出席。これ好き。お母さんにたしなめられてやんの、わら、みたいな表情、バリカワエ。セコンダー僕、ついに小泉進次郎が参戦。右からも左からも嫌われてる男。久しぶりの日本は、久しぶりの日本だぜ。現実の面白さに負けた漫画やん。これ、どこで連載しとるんや。一流雑誌のタブー。本物なら、久しぶりの帰国ですから、日本は久しぶりなんですよ、くらいに少しはひねるぞ。好き。俺が進次郎だったら、恥ずかしくてこの部分は隠すんだけど、進次郎は、わざわざこんなやりとりが印象的でしたとか言ってわざわざ掲載するんだよな。大物なのかなんなのか。わからん。みこしは軽い方がみんな持ち上げやすいから。日本は鳩山でも総理やれる良い国だからね。この動画の感想や進次郎2期の好きなところや嫌いなところなど、いろいろな意見のコメントを見たい。面白かったところなどの時間もよかったら書いてほしい。このチャンネルは他より面白くスレを紹介できるように頑張っていくので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って。最後までありがとうございました。